はい、スーパーミキナー TV ということで、はい、食べております。ライライテイさんで、はい、今2杯目ですか。2杯目特別な許可をいただいて、ね、この感謝祭の無料券を前乗りしてもらう。ありがたい、ありがたい、ね、特別な訓練も重ねてます。普通2杯食えない。ガンガンいっちゃいましょう。どんどん。すごい。これもなんか食おうかな。食べない。ということで、何か注文した。おー、ネギラーメン。あ、いいね。これもいいねっていうか、ご飯行くんで。嘘つけよ。なんで俺ご飯行くことになってんの。俺食えねえ。俺食えねえ。2杯目も無事完食。うん、意外といけるわ。うん、まあ3が限界かな、やっぱ。じゃあ5行きましょう。いやいや、これ多分3の途中あたりでこうグッてくる気がするよ。してるしてる、その気が。ババーン。いや、結構ですけど。すごいね。すごいけど。かっけえ。かっこいいね。ね、草体育館すごいよ。だねー。行きましたね、これ。ゆうさきも。やば、マジでネギ。すごい。すげえな、これ。何から食えばいいのか。ね。やっぱスープからか、やっぱまずはスープから。おお、やってるやってる。スープ多分一緒だよね。スープは多分普通のやつと一緒だと思う。なんか美味しい。さすがにネギはもう絡めて食わないと厳しいもんがあるよね。もうネギがさ、嘘、このネギラーメンだもん。本当はもう麺みたいな感じになってる、ね、背脂絡んでるな。ネギ吸ってるけどさ。これネギだ。うん、どうなんネギ。健康。健康。ああ、なるほどね。そっちか。すげえ臭くなる気がする。ああなるほどね、うん、結構そうか、風味強い系のいいよね。なるほどね。スルスルン。あ、麺と一緒に食べば全然やばい。あ、それはいい感じなんだ。ネギと麺を一緒に絡めてするのが正解と。これが正解。なるほどね。正解不正解の判断、そう、自分だけに許された権利。おお。多いね。おお。困った時やっぱ多だからね。大体。すいません。味噌ラーメンを。味噌で。はい。味噌どうしますか。味噌全部する。全部する。はい。はい、いやー、このレベルのネギあんまり。あんまないよ。ないよね。ないないない。え、ご飯行くんでしょ。うん。自信あんだ謎に。うん、なんでそんな自信あんだよマジで。マジでラッキョウ。三杯目。はい。どうですか。いや、やっぱだんだん苦しくなってくる。あ、予言通り。うん、正直麺じゃなければ食べれる。米とかマジ。ああ、そういうもんなんだ。うん、アイスか。元気だね。うん、食い終わった。食い終わったね。3杯あと2杯。嘘つけよ。うわ、無理だ。100% 無理だよ、こうは。まあ、許しといてやるか。まず、てめえでしょ、てめえ。え、てめえ、まだ1杯目じゃん。てめえ、てめえ。え、1杯目どころか、まだ1杯目すら終わってない。いやいやいや、すするがすごいってことに気づいてほしい、みんな。まあね。うん、なんか、それが普通みたいになっちゃってるから。大食いの人ってマジすごい。さらに上がいる。俺よりどころじゃないから、ね、上には上がいる。じゃあ、梅干しでも食ってさ。何その落としどころ。全然落としどころなくて。梅干しでも食ってさ。それでは、するの梅干しコーナー。何梅干しコーナー。おう、あー、まあ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 、めっちゃ好きやね、梅干し。うまい顔じゃねえんだよ。うまい。はい、というわけできっちり完食と。ごつらい。ごつらい。記録。記録ない。普通じゃん。普通に食いに来ちゃったじゃん。T シャツ、これ、ね、T シャツに。もうでかい、大胆だね。めっちゃでかい。一緒、自分で俺の字。あ、そうそうそう。おー、すごい。あと4枚もお願いしていいですか。